こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は発酵食品の代表である甘酒を作りたいと思います。まあ、甘酒というとお酒と書きますけれども、実際は穀類を麹で発酵させたものになります。自然な甘さが特徴で、甘味料としても使われることが多いんですけれども、この甘酒、今回はもち麦と雑穀米だけで仕込んでみたいと思います。雑穀というとご飯に混ぜて炊くというイメージが多いかと思いますけれども、まあ、今回のように麹で発酵させることによってダイレクトに雑穀の栄養を取ることができます。また大変消化吸収もいいので、夏場の栄養補給にもぴったりです。この動画では甘酒の仕込みといろいろな雑穀の特徴や栄養についてもお話ししたいと思います。今回作る甘酒なんですけれども、雑穀で仕込んでいますので、市販で売ってるような白いタイプのものとはちょっと違うんですね。どんな雑穀を使うかによっても個性が楽しめると思いますので、ぜひ皆さんオリジナルの甘酒を仕込んでいただいて、夏の健康管理に、そしてお料理とか様々なアレンジを楽しんでいただきたいと思います。炊飯器を使ってとっても簡単な方法で作っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは、食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。甘酒の栄養についてお話をいたします。酒粕の甘酒というのは、お酒を仕込んだ後の絞り粕、酒粕を使ったものになります。そしてもう一方、今回作るのは穀類を麹で発酵させたタイプのもので、自然に甘さが出て甘味料にも使われるようなタイプのものになります。ブドウ糖が多いので即エネルギーになるということで、飲む点滴なんていう風にも表現されたりするのは、こちらの甘酒のことなんですね。まあ、どちらも似たような栄養素が含まれるんですけれども、代表的なものとしてはビタミン B 群、アミノ酸、そしてレジスタントスターチといって、腸内環境を改善するような成分も多く含まれています。また今回は雑穀を使っていきますので、白米にはない素晴らしい栄養素がたっぷり取れるんですね。まず食物繊維が豊富です。特にもち麦がたっぷり入っていますので、水溶性食物繊維が非常に豊富です。鉄分、亜鉛、マグネシウムなどのミネラル、雑穀由来のポリフェノールなんかも豊富に含まれています。いろいろな穀物をブレンドしているので、さまざまな微量栄養素が取れるんですね。ぜひご自身のお好きなブレンドでオリジナルの甘酒作っていただきたいと思います。材料はこちらです。まず麹です。麹は通常米麹というものが一般的なんですけれども、今回は雑穀の甘酒ということで麦麹を使ってみたいと思います。ご興味がある方は玄米麹とか麦麹とか、ちょっと種類の違う麹にもチャレンジしてみてください。通常の甘酒は白米とかもち米とか糖質の高いものを使っていくんですけれども、まあ、そうすることで甘みが強くなってくるんですね。まあ、それを今回は雑穀ということで、もち麦とあとはブレンドした雑穀米ですね。こちら両方半々で使ってみたいと思います。このもち麦の分を白米に変えていただくと、少し甘みが強く仕上がると思います。基本、白米を使えば普通の甘酒になると思ってください。まずはこちら、もち麦とブレンドの雑穀米を合わせて炊飯していきます。ご飯を炊くような要領です。0.5 合ずつで合わせて1合分の穀類なんですね。はい、そしてお水は2合分です。ちょっと柔らかめに炊いていきます。こんな感じですね。あとは柔らかく炊き上がっていれば大丈夫なので、炊飯機能で炊いていきます。もち麦とブレンドした雑穀米が炊き上がりました。普通のご飯のような感じに炊き上がっています。あとはこちらにお水を加えて60度に温度調整をし、そこに麹を加えて発酵をさせていくという過程になります。お水です。400cc あります。加えてみますね。はい、ここで温度を測ってみます。だいたい45度くらい。少し温度が低いので、
その場合は一回切って炊飯ボタンを押しちゃいます。そうするとまた温度上がってきますので、うまくこの炊飯器利用していただければ温度調整しやすいと思います。もしですね、炊飯器を使わない場合はヨーグルトメーカーなどを使っていただいて60度の温度に調節をしていきます。雑穀のね、ご飯を炊くという作業を省略していただいて、すでにある雑穀ご飯とか玄米ご飯とかを活用していただいてもいいと思います。炊き上げたご飯とお水を加えて60度に調整いたしました。で、55度から60度の間になっていれば大丈夫です。60度以上になってしまうと麹を入れた時に麹菌が死んでしまいますのでね、くれぐれも温度注意してください。はい、それでは麹を加えていきます。今回は乾燥した麹を使いますので、水分を麹が少し吸ってしまいます。もし水分量が少し足りないなと思ったら調整して少し加えてあげてください。はい、今水分がですね、ちょうどひたひたという感じなんですけれども、まだ少し麹が水分を吸いそうですので、お水少し足しておきます。で、この時にまた冷たいお水を入れてしまうと温度が下がってしまうので、50度ぐらいに温めたものをお使いください。炊飯器の保温機能を活用していきます。60度から70度ぐらいの温度に設定されていますので、蓋を開けた状態で布巾をかぶせて発酵をさせていきます。あとは6時間から8時間ぐらいかけて保温機能で発酵させていきます。もし水分が少なくなってきたなと思ったら少しお水を足しながら調整していきます。3時間ぐらい経ちました。だんだん発酵が進んでいます。少しね、お水足したいと思います。ほんと少しでいいです。麦麹で作ってるので結構つぶつぶ感がねありますけれども、甘みが出てきました。はい、こんな感じでさらに発酵を続けていきたいと思います。雑穀には食物繊維やミネラルを手軽に補給できるサプリメントのような食材として注目されています。種類によって栄養素や期待できる健康効果が異なります。腸内環境を整えるには大麦がおすすめです。押し麦、丸麦、裸麦、もち麦などにあたります。野菜や豆類から取りにくい水溶性食物繊維が豊富に含まれていて、腸内の善玉菌の餌となって腸内環境を改善します。またベータグルカンという水溶性食物繊維が豊富で、コレステロールの吸収を抑えたり血糖値の上昇を緩やかにすることも知られています。ミネラルやビタミン補給に向いているのは小粒の雑穀です。アマランサスやアワには貧血気味の方におすすめの鉄分が多い雑穀になります。またアマランサスは亜鉛やビタミン B6 なども豊富に含まれていて、女性に不足しがちな栄養を補うのに役立ちます。冷えにはアミノ酸のトリプトファンが豊富に含まれていて、セロトニンの材料となるためリラクゼーション効果が期待できます。抗酸化作用が高いポリフェノールを豊富に含んでいるのは黒米や赤米です。アントシアニンなどの抗酸化物質によって疲労回復、老化予防にも効果的です。美肌効果が期待できるのはハト麦です。ヨクイニンという漢方成分でもあって、タンパク質が豊富に含まれていて、また利尿作用も期待できるそうです。イボトリでもよく知られている雑穀です。ぜひお好みの雑穀を体調に合わせて選んでみてください。発酵を始めて7時間が経ちました。この状態でお味見をしていただいて、麹が十分柔らかくなっていること、そして甘みがしっかり出てきたことを確認してください。よりしっかりした甘みがお好みであれば、この後さらに 2,3 時間発酵をさせてみてください。12時間を超えてくると過発酵になって酸味が出てきます。頃合いを見計らって発酵を止めてください。雑穀だけで作った甘酒、8時間かけて発酵させてみました。甘味料としてヨーグルトに加えたり、お水やお湯で割れば甘酒に、そしてお料理の甘味料としてもシンプルな材料で旨味たっぷりの美味しい仕上がりになります。まずちょっと出来たての甘酒をお味見をしてみたいと思います。水分そんなにたくさん使っていないので、お粥みたいなね感じなんですよ。ちょっと立ったままで失礼いたします。
もうすでに発酵食品になっています。甘さも程よく出てきてとっても美味しいです。通常の甘酒に比べると甘さはちょっと控えめです。体に良さそうな味わいです。今回は雑穀やもち麦を使った手作りの甘酒をご紹介いたしました。穀類を変えてみるとまたさらに微量栄養素をたっぷり摂ることができる健康食品にもなるわけですね。発酵することで生まれた素晴らしい栄養素をしっかりと取り込んで健康管理にお役立てください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。